新生活始まるということで、通勤通学などで自転車を利用される方も多いかと思うんですが、こちらの本日佐賀市で行われた啓発イベントなんですが、実は4月から自転車を利用するすべての方にヘルメットの着用というのが努力義務化されるんですね。努力義務なんですね。はい、努力義務化されます。はい、この努力義務化というのがシェアサイクリングや何より私たちの生活にどのような影響を及ぼすのでしょうか。もしも起きたら一大事となる自転車の事故。福岡県内では毎年自転車が関連する事故が3000件以上も起きています。そんな中、お隣熊本ではおなじみのチャリチャリポート、実は熊本市内にもあるんですが、普段見かけるものと違うのがこちらの貼り紙です。ヘルメット着用推奨と書かれた貼り紙、全国に先駆けて去年10月から熊本市の条例でヘルメットの着用が努力義務化されています。そして福岡県庁にも貼り紙が。現在は13歳未満の子どもにヘルメットを着用させることに努めるよう法律で定められているほか、福岡県では条例で65歳以上の高齢者に対し着用を努力義務としてきました。さらに来月1日からは法律によって年齢に関係なく全ての利用者にヘルメット着用が努力義務化されます。お願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。全国で60万人近くが利用している自転車シェアサービスチャリチャリ。シェア自転車用のヘルメットは使う人の頭のサイズが大小あるため、今後の対応は検討中だとしています。ヘルメットが大事だってこと自体は知っていただけるんじゃないかなと思ってて、前向きに考えてます。やっぱりヘルメットっていうのは頭部を守るってこと自体は明らかなので。警察によると2018年から2022年の5年間で自転車乗車中に亡くなった人のうち、およそ6割の人が頭部に致命傷を負っていました。もしもの事故に大切な頭を守るヘルメット、国内のシェアサイクル事業者の中で初めてヘルメットを着用推奨しますよということを明文化をしました。さらに条例で全国に先駆け全ての利用者に努力義務とした熊本市と協力し、市内のポートにチラシを掲示。熊本市によると掲示する前と後で着用率が最大で4倍に伸びました。一方で法律の専門家はヘルメット着用の努力義務化によって、もしもの事故での過失の割合に変化が起きる可能性を指摘。おそらく裁判の中でも今後ヘルメットをつけていないことの過失というものが争われることは十分多くなると思います。道路交通法上で努力義務になったにもかかわらずつけていない、これは被害者の落ち度である、こういった主張がおそらく出てきますので。例えば A さんと B さんが事故を起こし、 A さんにも過失が認められる場合、 B さんの負担する損害賠償額から差し引かれます。今後過失の割合にヘルメットの着用が影響する可能性があるのです。この仕事をしていてですね、いつも思うんですけれども、交通事故に遭われる方ってのはやっぱり大変な思いをするんですね。何のためにこの改正が行われたのか、それはもう自転車に乗っている人に亡くなったり重い後遺症を残してほしくないっていうメッセージだと思いますので、それは皆さんにはぜひつけていただきたいと思います。まあ、義務ではなく努力義務というところではあるんですけど、まあ、過失に影響があるかもしれないと、まあ、もちろん、ね、自分の身を守るためというところではあるんですけどね、まあ、我々の意識っていうのもより高く持っていきたいというところではあるんですが、はい、財津さんも持っていて、はい、私も今持ってるのこれヘルメットなんですけど、はい、普通の帽子みたいにおしゃれですよね、後ろにこうリボンとかもついてたりとかして、つばの部分がちゃんとあって、はい、可愛いんですけど、でもすっごく軽くて、でもかなり丈夫なんですよね。まあ、だからヘルメット自体も進化しているというところもあるかもしれないし、小鹿さんもヘルメットでしょ、はい、実はほら帽子じゃないんですよ、これヘルメットなんですよ、これOGK カブトが作っているヘルメットなんですけれども、はい、もう本当にこれもすごく軽いです、やっぱり多様化してるなっていうのを感じるんですが、ちょっと改めてヘルメットの付け方、正しい着用法っていうのを、見ていきましょう、はい、こちら液晶出ますでしょうか、
はい、まずはですね、このように横から見てできるだけヘルメットがまっすぐになるようにつけましょう、うん、安全のために、はい、ちょっと深めにかぶるようにするとまっすぐになります、うん、続いてこの顎紐ですね、耳を挟んで V の字になるように、紐を調整してください、はい、あんまり緩みすぎるとちょっと紐がたゆんでしまうので、うん、この V の字というのを基準にしてください、そして最後この正面から見たときに顎と顎紐のこの間に指一本ぐらい入るかなっていうこのぐらいのスペースがあるくらい紐を調整してください、うん、あんまりきつすぎると、ね、はい、あんまりきつすぎると、首の可動域が狭くなってしまって、危険にもつながりますので程よく指一本分ぐらいのスペースを空けてヘルメットを着用するようにするといいと思います、はい、できるだけ安全のために参考してもらいたいと思うんですけどね、ヘルメットかぶれると確かに髪型がね崩れちゃうとか、そうですね、気になる方多いと思いますけどね、かもしれないんですけど、やっぱり自転車専用レーンが必ずしもどの道路にも整備されているわけではなくて、ちょっと車運転してても自転車危ないなんて思うこともあるんですけど、ヘルメットの着用とさらには意識の面で、より安全運転を心がけたりとか、自転車を使う際にもですね、こうより高く安全意識っていうのを持っていく、そんなきっかけにもなってくれたらいいなと思います、はい。